日常生活に関する雑学。歯磨き後すぐに口をすすぐと、歯磨き粉のフッ素の効果が薄まる可能性があるため、しばらくしてから口をすすぐ方が良い。生の海苔を問題なく消化できるのは日本人だけ。眠りにつく前に深呼吸を行うと、リラックス効果により睡眠の質が向上する。一般的な台所のスポンジはバクテリアが住みやすく、トイレの便座よりも細菌が多い可能性がある。数分の仮眠を取ると、取らない時と比較して疲労回復だけでなく作業効率や注意力が向上する。かげ方は血液型により差が出る傾向がある。メガネの鼻当てができたのは日本人の鼻が低いから。日本で初めてテレビ CM が放送されたのは1953年のセイコー社という企業で、現在の時計メーカーのセイコーである。